メイは絵を読み、その第66回、第15編、乱れ雲、第11章、続きから。右門は闇を透かしてみるより、は、先生、危うく叫ぼうとして口をつぐむ。覆面の侍はまさに山形第二、もう一人は盲人当主である。雇用を妨げる奴、取れ！不問を逃がすな！口々に叫び交わしながら、四人ばかりがつつっと当主に迫った。へい！当主の小柄な体から、電光のように凄まじい気合がほとばしる。パッ！足元に水が散ると。一人は膝をついて前へのめり、一人は胸を押さえながらのめって、次地へ体を打ち当てながら倒れた。同時に踏み込む三人。雇用だ！右へ回る奴を脇から第二が寄って横ざまに投ぐ。へい！悪行へ一刀。凄まじい手並み。残ったフォリがさっと引くのも第二は逃げ道を断つ。当時は南を塞いだ。あと五人。第二は低く行ってずいっと出る。当時は額に垂れてくる雨の雫をぐっと右手ですり上げると。闇の中に冷ややかな微笑を浮かべながら、木立を取り直した。当時、もう一汗だ。はっ。第二は体験をつけながら、一歩二歩出ると見たが、とっさに体を沈めて、ひゃ、へい。ひらり、人選闇を縫う。同時に当時が背後から迫った。引きも出もならぬ。見る間に残った堀たちは、雨の路上に血を流して次々と倒れてしまった。よしよし。第二は残るものなしと見るや、つかつかと寄って右門の縄をふつり切った。第12章。先生、先生。右門は縄を切られるとともに、そこへピタリと尻ぼぼとした。当主、はい。行くぞ。第二は体験に拭いをかけると、懐から取り出した福砂包みを右門の前へ投げ出し、花は散り切れは起こぞ。低く言うと、しばらく、先生。右門が悲痛に叫ぶ声は聞かず、当時を従えて道を貸しの方へと出て行った。右門は立ち上がって追おうとすると、その時、サビのある声で、第二の老兵が聞こえてきた。ははー、なんぞ、時の不所なる感動を、朝に望みて。要所も国にあたる木こぼにして。アムリス、誰か領を知るとせん。レイリー、ウオを捕らえて、こと将を守る。死去に到達して、立部そぼそぼたり、なんぞ乱暴の名をよく交渉をするもみん。君一人、忠を抱きて、兄鉄刀をはばからんや、ふんそぼして聞かれす。老英の声はそこで風雨の彼方に消え去った。右門は石のように立ちすくんでいたが、やがて落ちている福砂包みを取り上げると、這うようにして自分の刀を探し出した。雨は横瓶をピシピシと打つ。先生もこれを捨てた。右門は闇を睨んでつぶやく。死ぬ時だ。酔いしれて女を斬り、怒りに任せて若者を斬り、堀に追われて犬のように逃げ回るこのざま。ひどい渇きである。右門はいつか貸しを、あてもなく歩き出した。だがこのまま死ねるか。このざまで死んで何と言われよう。あっぱれであると言われるか。散り際を大事にするということは、義において戻らぬ時も指す。ここで自裁したところが、己の不所存を償うわけには行くまい。死ぬ時ではない。右門は歩みを止めた。闇の中をカゴが一丁、飛ぶように走ってきた。からかごだな。と見るより、はごや。声をかけて前へ立ちふさがった。
カゴカキはいきなり呼び止められてびっくり。足を止めてみると、濡れネズミのようになった武士。衣服は泥まみれだし、履物もない。こいつはいけない、と思ったのだろう。ご用ならどうかご勘弁を。今、お棚から呼ばれて参るところなんで。川を越すだけだ。やってくれ。それでも、お約束のカゴで、あれ。右門は、つと寄って棒鼻をつかんだ。商売柄で人は見ている。相手に殺気のあるのを感じたから、いきなり足を上げて右門の腰を蹴上げた。不意をくらって、はっ、後ろへ体が崩れる。うん、プレモノ逃げろ。カゴを返すと、追い風の中を闇へ雨水を跳ねながら走り去った。右門はうつろな声で笑い出した。カゴカキ人足の土足にかけられるまでの身となった。笑ううちに自分をあざけるよりも強く、凶暴な気持ちが盛り上がってくるのを感じた。疲れと乾きと飢えが激しく酒を求め、娼婦の体も思わせる。よい。よん、酒だ。右門はよろめくように兵隊鉢の方へ向かった。第13章。逃げたカゴカキが辻番所へ走ったのを右門は知らなかった。橋を越して深川へ。ただそう思うだけで雨の中を走ろうと行く。和田越後の神屋敷の角まで来ると、土塀の影からピュッと棒が飛んできた。足を取られて泳ぐ。バラバラッと5人ばかりの堀が走り出てきた。また来たか。神妙にしろ。パッと打ち込んできた血って避けようとしたが、体が崩れていた。横瓶を打たれてクラクラッとなる。必死に剣を抜いて、容赦せんぞ。ここに投ぐ。同時に左手へ縄がキリキリと絡みつくのも感じた。構わねえ、痛まれろ、雇用だ。十手とかさすまたとかいう武器を用いて罪人を痛めてから取るのを、当時の堀は今でも同じことだが嫌わなければならなかった。ことに十手はお上から預かったもので、むやみに振り回したり、これで罪人を痛めたりすることははばかりがあったのだ。取り物にあたって十手を自分の額へかざして、御用であるぞという意味を示すのが本来の用い方であったという。しかし場合と相手によっては、もちろん十手も武器として使わなければならない。痛めて取ることもやむを得ない時がある。痛めて取れと許されたから、堀の手先はぐっと力が出た。はい。右門は縄をかけられた左手を強く絞りながら、体剣も正眼につけてわめいた。死後の思い出に存分に切ってくれる。一人も逃さんぞ。神妙にしろ。雇用だ。愛にひしめく声。不意に後ろから一人の堀が、つぶてのような体当たりをくれた。名は、エゴ読み、その第66回。15-13、途中まで、2021年9月6日。この続きはまた次回。